なんじゃ。どうも。おはよう。おや。師匠でもある。遠慮はいらないよ。思いっきりぶつかってやろうか。あらあら、お手柔らかに。スピードが足りませんよ。ほら、サインが食べちゃいました。うわ、いつの間に額に落書きを。かわいいです。落ちない。うせっ。そう、ちょっと顔洗ってくれ。あなたも気を抜いていると、まぶたの上に目をかいちゃいますよ。ミルスさ、ま、やる。ちょっとすっきりしたよ。満足されたようですね、ビルス様。落書きされてちょっとムカついてるけどね。まあまあ、帰りにお寿司を買ってあげますから。
まあ、もういいや。トアを破壊するのは君たちに任せるよ。はい、任せてください。歴史を荒らす犯罪者はきっと俺たちの手で捕まえてみせます。じゃあ君も元気でね。ふん、何が元気でねえじゃ。一体どの口が言いよるんだか。ちょっと君、全部聞こえてるんだけど。わしは何も言っとらんぞい。では皆さん、ご…それにしてもトワメ、俺たちの通信を乗っ取ること…奴らもあの手この手で仕掛けてくるの。それだけ向こうも打つ手がなくなってきてるって。ターレス、スラッグ、クーラ、ブロリー、ジャネンバ、他の歴史の強敵たちも、ミラとの決戦も近いわ。この宇宙の歴史を守るため頑張りましょう。はい。私を名乗ってビルス様を怒らせた借りもたっぷり返してやらないとね。あ、はい。そっちの声の方が気合い入っとるの。お疲れ様です。最近、奴らの動きがないですね。平和なのはいいことじゃがの、なんかこう、モヤモヤするの。こっちから仕掛けてみる？と、言いますと？あの仮面のサイヤ人のことを考えてたの。あいつの正体は、バーダックさんでしたね。他の連中と違って、バーダックがミラたちに協力するとは思えない。それに、あの様子、おそらく洗脳して操られているのよ。洗脳か。そいつを解いてやれば味方になってもらうこともできるんじゃないか。そうですよ。もし洗脳時の記憶も残っていればミラたちの情報も手に入るはずです。でもどうやって会いに行くんじゃ。バーダックが連れ去られる瞬間を探ればトワとミラもいるはずだわ。そこを狙いましょう。わかりました。今回の任務は調査がメインです。俺も同行できますよ。早速向かいましょう。やはりあの二人がバーダックさんをワームホールで連れ去っていたんですね。それにしてもここは一体。地球のようですが、あれ、ここは
待っていたわよ。私たちの足取りを追うとしたら、あのワームホールを調べるとしたら、この子は俺たちと同じ時間にいた子のようですね。移動中に暴れすごく古い時代だ。その後なんとぶつかまえて、お前は歴史を何だと思ってるんだ。そろう誰の邪魔も入らない。今度こそ決着をつける。望むところだ。ほら。もう一人の最後。さすがスイートミーだね。ミーラー。こいつ、無理すぎ。こいつらのエネルギーも暗黒の巣。やはり魔術の時代はこの世界と魔界をつなげることだったんだな。探しがいいわね。やはり悲しみに悪がはびこる楽園の誕生。絶望の未来はもうたくさんだ。お前だけは許さない。トアを切りたいならば、俺を倒してからにするんだよ。ミラはエネルギー吸収。強くなる。あなたたちの勝ちではないわよ。引きずり込まれる。一度しか使えないとっておきを時空の狭間に閉じ込めてあげる。その穴は一方通行よ。落ちたら最後、二度と出てこられないわ。
まだ決着はついていないぞ。もういいじゃない、そんな奴が。手っ取り早く片付けちゃいましょう。引き上げるわよ、ミラ。何バーダック、この俺が振りほどけない こいつの力は。手を出すな。こんな奴にこの俺が。よくも俺をコケにしてくれたな。今回ばかりはサイヤ人の運命もカカロットの運命も関係ねえ。今までの借りを返してやる。サイヤ人の力を舐めるな。覚悟しやがれ。この俺が貴様ごときに。バーダックさん、私のミラが終わりだな、トーバ。あんなに強化してあげたのに、何が最高傑作よ。自分で呆れちゃうわ。まだ諦めたなんて思わないことね。
全部なかったことにしてあげるわ。これは